自民党裏金問題でこう有権者からは結構そっぽ向かれている、うん、これどうやって有権者の気持ちを戻すんでしょうか。それは裏金なるものは本当にすいません、ごめんなさい、もう許してくださいってのはどうだろうな。そこは率直にお詫びします、はい、します。その上で、じゃあ岸田さんも言っていたけど、派閥なるものがなぜ良くないかといえば、うん、はい、集団はできます、はい、ラジオ日本だってきっとあるでしょう、派閥はねフジテレビだったはず。でそうではなくて、それがお金とポストで議員を動かしてきた、それが有権者にしてみると自民党員にしてみると、うん、お金とポストで結局総理は決まるのね、うん、自分たちの意思ってどうなるの、うん、ということがすごくかけ離れちゃったわけでしょ、うん、はい、だから自民党としてはでは昨日都会政調会長が地元のね、うん、大会で言っておられたのかな、総裁選のあり方見直そうよっていうね、うん、はい、でもっと期間長くするとか、もっと討論の機会を増やすとか、そうそう、今までと同じ自民党の総裁選挙のやり方じゃダメだよねっていう意見、はい、だって今度ね、自民党員が自民党見放しちゃったら本当自民党終わりますよ。その危機感はお持ちですか。すごくある。そうですか。じゃあやっぱりそうですか、自民党総裁選はじゃあ今度は大事になってきますね。そうです、そういう意味では今までの中で一番大事でしょう。あ、そこにやっぱりいろんなこう顔が出てきた方が好ましいんですかね。それは自民党にはこんな考え方もありますよ、うん、あんな考え方もありますよっていうのを見ていただくのは大事なことだが、うん、20人推薦がいないと出れないからね、はい、20人揃えるのってすっごい大変ですからね。そんな大変なんですか。大変です。あ、そうか。まあ、じゃあ、今日はきっと、まあ、出馬の意向を固めたというお話は出ないと思いますけども。もちろん出ません。ね、そういうお話をするときは、どこでするとか、あるんですか。それはね、やっぱりこう、公の場という意味で言えば、もう38年私みたいなものを当選させ続けてくれた。やっぱり地元なんでしょう、ね、私はなんかこうやって一発のこと言ってるのはさ、12回も私の名前書いてくれた人が地元にいるわけで、はい、やっぱりそういう人たちいなければ、はい、私議員ですらないからね、はい、そうですね、やっぱりそういう人たちが自分の立場を与えてくれた人に話をする。だから今までその何度も総裁選があって、で自分が出るとか出ないとか、あるいは誰を支持するとかしないとか、それ地元の本当に長いこと一緒に楽しいことも苦しいことも一緒にやってくれた人たちと話しますね。そういうもんだと思いますが、はい、じゃあそれはそれでまたそういう日が来るのかもしれないという、はい、もう私も楽しみにしておりますけれども。大竹のもっと言いたい放題、火曜日はフリーライター武田砂鉄さんです。でこの都議の補選ではですね、あの都知事選と違ってですね、萩生田議員だけじゃなくて各選挙区に茂木幹事長とか、はい、河野デジタル大臣とかですね、高市さんなんかも、まあ、いわゆる今ポスト岸田というふうに言われている人たちが出向いたけれども、はい、なかなか効果がなかったということなので、まあ、岸田さんに対する不信感だけではなくて、やはりまあ自民党全体への不信感の表れじゃないかということが見えてくるわけですね。で足立区の選挙区ではですね、立憲民主党の新人で元区議の銀川由衣子さんという方が自民党新人の榎本文子さんという方と一騎打ちをして、銀川さんが14万1326票、榎本さんが14万564票という、まあ、800票差という、はい、まあ、かなり差の小さい差で勝利になったんで、まあ、いかにも、まあ、改めてですね、こういう投票行動の大切さっていうのを、まあ、知らせる結果にもなってるなというふうに思うんですけど、そうすると、まあ、整理をするとですね、都知事選は裏金も問題を隠して水面下で支援をして小池都知事が勝ったと、で都議選は裏金問題をあえて隠さずに、まあ、あれは終わったこととして表に出して、まあ、すいませんでしたと、まあ、でもこれから頑張ってきますというふうに言ったらば、なかなかいい結果が得られなかったということなわけですね。でさっきまあそのニュースのコーナーでも言いましたけど、まあ、こういうふうに選挙が終わるたびにやっぱり戦略の話になってくると、でその戦略の話をまあメディアも取り上げるけれども、やっぱり直視しなくちゃいけないのは、そういう戦略によって何を隠そうとしてるのかとか、まあ、何をごまかそうとしてるのかっていうところの部分にやっぱり戻さないといけないと思うんですよね、はい、当然その政治家っていうのは、まあ、空気を作ろうとする、それはもう与野党問わず無派閥であろうが、まあ、今回のように新勢力であろうが、どれも同じことなので、だからやっぱりこう報じる側がですね、そういう空気とかムードの分析っていうんじゃなくて、こう目の前でなんか布かぶしてるなと、これ布かぶして何を隠そうとしてるんだろうかっていうのをやっぱり見てくなくちゃいけないし、まあ、今ポスト岸田っていうね、この人事の話っていうのがやたらと盛んになってますけれども、ここでもう一度確認しなくちゃいけないのは、そのポスト岸田っていうので名前の出てくる全員がですね、その裏金問題で党内議論されてる時に、
別に積極的にですね発言をしようとしてた人たちっていうのはいないわけですよね。なるほど。今になってポスト岸田っていう風になって名前が上がってるけど、じゃあその人たちがこの半年間もう、もっとそれ以上ですね10ヶ月近く黙ってた人たちだよっていうことも見なきゃいけない。それはやはりこの東京都の補欠選挙、都議の補欠選挙を見たときにやっぱり浮き上がってくる問題点として今一度もう一回考え直さなくちゃいけないですよね。裏金問題この始末で済むわけないって、みんな投票する人も思ったってことでしょうね。思ったってことだね、以上、大竹のもっと言いたい放題でした。明日水曜日は伊藤麻子さんのご登場です。伊達さん2時までご一緒します。はい。昨日小沢さんが強制起訴を受けてのコメントは、国民の皆様、同志の皆様にご心配をかけていることをお詫びする。お詫びをするのはご心配をかけていることじゃないでしょう。ずっとこの長い間、本来我々は議論することがもっと他にあったはずだ。そういう議論に我々は時間を費やすことではなくて、それは新進党であり、あるいは今の民主党もそうかもしれない。小沢さんなのか小沢さんじゃないのか、そのことにものすごく時間を費やして、このことの国政の停滞、これに切りをつけないと。いつも申し上げているように財政も経済も安全保障も全て危機管理のモードに入って、我々はそのことに全てを費やして議論し、総理がおっしゃるように熟議を尽くして結論を出す、それが我々が国民から与えられた責任だと思っています。私たちは国会議員をやっていて本当に虚しくなったことが、今日一日また小沢じゃない、私はこういうことをやるために国会議員になったんじゃない、そういう思いを持ちました。今問題となっていることは何だろうか。例えば強制起訴を受けて素人が何が分かる、権力を持って素人となった者が、素人が集まって何が分かるんだということをおっしゃいましたね。この強制起訴を可能とする法律の改正に小沢さんはその時いたかいないか知らないけど、民主党は賛成をしてるんだ。国会議員として賛成してる。国民から負託を受けたものと賛成してる。それを今頃なんだ。素人が集まったものに何の意味がある。そんなことを言っていいのか。私はそうは思わない。検察審査会は単なる素人の集まりじゃないですよ。資料を提供されて、それを精査して、議論して、強制起訴という形にしたんじゃないですか。どうせ素人なんかには分かりはせん。私はこの考え方が嫌いなんです。子ども手当を2万6000円まけば、個別所得保障をすれば、高速道路無料化すれば、高校無償化すれば、それはみんな一票入れるはずだと。財源がつくのかつかないのか、そんなことは関係ない。権力を取ってから考えればいいという考え方をすれば、私絶対にそのような考え方に賛成しない。政治倫理綱領というのは誰が作った？政治倫理綱領を作ったのはあなたが当選してなかったかもしれないけど、それは議員運営委員長たる小沢さんでしょう。疑惑を持たれた時は自ら進んでその解明に努めなければならない。それが政治倫理綱領でしょう。法廷の場では法律に触れたか触れないか、それが問われている。しかし我々は倫理どうなのだ、国民が素朴に思っていることに答えるべきではないのか。そしてそれは国会議員としての責務だと私は思っている。そしてまた私は総理大臣であるので答える立場にない。多くの総理大臣はそのように答弁をしてきました。私はそうではないと思っているのです。省の場で判断をされるのであれば、政治倫理綱領というのは一体何だったのだろう。昭和60年に定めた政治倫理綱領、これはこの場にいるすべての衆議院議員、参議院議員も同様です。守らねばならない綱領であって、そこにおいては省の場で判断が出るまで、最終の判決が出るまで説明しなくていいなぞとはどこにも書いていない。法的な責任と政治的な責任、それは異なるはずであり、私たちはここで国脈をつけようとか裁判ごっこをやろうとか、そんなことを言っているのではありません。自らが疑惑を持たれた、そのように思ったときは真摯に説明し、疑惑を解明するように努めなければならない、すべての衆議院議員が守るべき政治倫理綱領であります。我々もまた同様であります。民主党の一人理事であられる岡田当時の幹事長、承認喚問、そういうことに政倫審の審議積極的に応じる、そのようにおっしゃった。今なおそれは果たされていない。これは党の答えることだというのであれば、我々は御党の責任者をこの場に呼んで意見を聞くことはできません。御党の責任者はこの場で答える立場にはおられません。総理が私は答える立場にないと言い、幹事長はこの場に出ないとするならば、国会において一体誰がそれを答えるというのか。総理以外に答える人はありません。承ります。これは単なる形式犯なのでしょうか。
刑事機関じゃないでしょ。政治資金規正法の虚偽記載の罪、それは刑事規範として規定されているのではない。これが担保すべきは、守らねばならないとしている保護法益は、政治活動の公正性であり、透明性であります。ましてや、政党助成金をいただいている我々です。もし、そのような金が、何の説明もないままに認められていくとするならば、政治改革の趣旨というのは、全く勃却されることになりはしませんか。私は自分が正しいとか、自分たちは無謬であるとか、そのようなことを言うつもりはないんだ。この国会の場においていいですか、私が何を聞いたか、省の判断は省の判断である、それに委ねるとするならば、政治倫理考量の意味は一体何なのかということを申し上げて、この場は国脈をつける場ではない、裁判の場でもない、立法府と行政府、そして司法、特にこの場合には司法と立法との関係ですがね、それが分かれていることぐらい百も万も承知の上で、あえて政治倫理考量を作ったのはなぜなんだ。省の判断とは別に、この国権の最高機関たる、そして国民から選ばれた我々の場で、それは国民の前でということです。疑惑を持たれたことに真摯に解明する努力をする、それが国会議員の義務じゃないですか、責務じゃないですか。今もなくその小沢元代表に対する裁判が始まろうという時で、その時に立法府でのご議論も私は少なからずいろんな影響があるというふうに思いますので、そこは十分検討しなければいけないというふうに思います。政治倫理考量の持つ意味というのをもう一度我々は権限服用してみる必要があるのではないか。我々は立法府の一員である、あなた方は行政府の一員である。しかし同時に総理がお答えになったように、これはどちらでも使える論理だけれども、立法府の一員でもある、そして民主党の代表である、そのあなたがどう考えるかをこの場で言わなくて誰がどこで言うのか。私は記者会見でやってるからいいというのは、それは国会に対する侮蔑だと思う。記者会見でやってるからいい、そうはならないでしょう。だから説明責任を果たしたということにはならないのです。国会というものがどういうものなの。今後ろの方でね、記者会見をやってるからいいのだ、そんなことは言っていないという話だった。つまらないやじを言わないでもらいたい。そこは本当によく理解をして言っていただきたい。私はね、何のために政党助成というものを入れたのか、何のために多大の犠牲を払って政治改革というものをやったのか、それは金に左右されない政治を作るということが目的だったはず。力は数だ、数は金だ、いろんな言い方がありますね。政治は力、力は数、数は金、そういう考え方をやめようということだった。民主主義にある程度のコストはかかる、それは我々が襟を正すということを前提とした上で国民にご負担をいただく、そのことによって政治家は金集めよりも政治に専念をしようということだったはずだ。しかしそれにもかかわらず、その上にこういう金が乗ったとするならば、政治は力だ、力は数だ、数は金だということがそのまままかり通ることになりはしない。私は自分たちがこの政治改革に本当に一生懸命やってきたのは、金に左右されない、そのことをやりたかった。私は総理と違って同じ年代だけれども、父親が国会議員であった。そのことによって田中角栄さんから言われた、なんでお前みたいなものが衆議院議員に出れるのか。それを親の知名度のおかげで、名前売るお金、そして信用、それが安くて上がれるからだ。それが嫌ならば本当に選挙区を全部上がる、丸けというふうに言われた。私は今でもそうだと思っているし、仮に親から政治資金団体を引き継ぐとするならば、それに課税がないなどということがあってはならない。私は本当にそう思っている。金があるから政治家になれるとか、金があるから議員になれるとか、そのようなことを排していかないと、我々の時代でこれをなしにしなければならないと思って、さればこそ疑いを持たれた人は解明する努力が必要なのではないかというふうに思っている。ぜひそのことについては総理お答えをいただきたい。そしてもう一つ申し上げておきましょう。小沢さんについては、新政党が新進党に合流するときに、その資金を自らの関連団体に入れたというふうに指摘をされている。そして平成21年の選挙において4億4000万のお金が、そのここにいらっしゃるかどうか私は知らないが、その系列の候補者に配られたというふうに言われている。そのことについてそうではないというのならば、それをこの場で明らかにしなければない。なぜならば、そこには政党助成金や立法調査費という国民の税金が含まれているからだ。
そのことについて疑惑も持たれている。これは裁判になっているわけではありませんね。このことについてはどうですか。省の関係はありませんでしょう。そのことについて疑惑は持たれている。そうではない、そのようなことはない。仮にあったとしてもこれは何らやましいことではない、そういう説明をしなければならないのではないです。この点についてはどうですか。野田佳彦内閣総理大臣。政治改革の原点はまず政治にお金をかけない、お金を通じて政治を動かさない、政治を通じてお金を儲けない、まあ、こういう原則があると思います。でその考え方は私は委員と全く同感であります。で今個別のお話が出ました。政治登場責任に関わるお話であります。それが事実なのかそうでないのか私はちょっとつまびらかに分かりません。したがってそのいわゆる価値判断を求められても今つばめらかに発言することはできないということでございます。石破君。これ以上お尋ねしても時間の無駄ですから聞きません。ただこれを判断するのは間違いなく見ている有権者です。そしてその審判は総選挙において間違いなく下されるということだけは申し上げておきましょう。そして私はね、ノーサイドっていうことを総理がことさら強調される。民主党の中においてノーサイドにしましょうもうと言って総理が考えを込めて語られたのを私は見た。民主党の中でノーサイド、それは結構でしょう。政治全体においてはノーサイドであってはならない。政治全体においてはあなたはノーサイドではなくて、ノーサイドというのは結局小沢さんの側に立つことに他ならない、はっきり申し上げている。疑惑を持たれた人に対してノーサイドというのはそういうことでしょう。結果的にそういうことです。国民の側に立つ、すなわち国民の多くが小沢氏は真実を語っていない、何回世論調査をしても7割8割が小沢さんは真実を語っていない、そのように言っていますね。だとするならば国会の場でその説明を求める、私は当然のことだと思っているのですよ。